関節痛のための抗炎症自然療法5種。膝関節の摩耗による炎症や指とつま先の痛みはよくある悩みの一つ。痛みを和らげるのにほとんど何らかの薬を服用することになっているのではないでしょうか。しかし抗炎症作用があり関節痛を効果的に取り除くこともできる素晴らしい自然療法があることをご存知でしたか。何よりもまず医師の指示に従うべきなのは当然ですが、もし自宅にいるとき昔ながらのイブプロフェンかその他の処方薬を服用する必要を感じているなら、まず抗炎症のための自然療法の一つを試してみてください。どれほど痛みが和らぐかということに驚くでしょう。びっくり。1. ローズマリー。ローズマリーは地中海の食事に使われるよく知られた芳香薬用ハーブです。料理に独特の風味を添え、また多くの民間療法にも使われます。このハーブが天然の鎮痛剤としても作用するとご存知でしたか。この効能のおかげでローズマリーはあらゆるタイプの関節痛を和らげます。ローズマリーの鎮痛効果はネガティブな副作用を引き起こすことなく、手と膝の軟骨周辺に起きる感染症に対処する効果があるウルソル酸から来るものです。材料、ローズマリー 200g、 水2カップ 400ml。 準備、必要なのはお茶を入れることだけです。水を沸騰させ、ローズマリーの枝を加え、お湯が室温になるまで20分間枝を浸してください。このお茶を1日に2杯飲みましょう。2. ホーステール。ホーステール、杉菜は自然健康食品のお店で買うことができます。ホーステールの優れた点は天然の抗炎症物質の中でも最良のものの一つであることに加え、必須ビタミンとミネラルも供給してくれます。どう摂取するのでしょうか。シンプルにお茶を作って1日に2回飲んでください。簡単ですね。びっくり。サンターメリック。このページでも再サンターメリックについて述べてきました。アジア原産で料理に魅力的な香りを添えるこのスパイス、関節痛の治療にも優れています。痛みを感じたらイブプロフェンを使う前にためらわずターメリックを試してみてください。ターメリックはその抗炎症、痛みの緩和、抗酸化作用によって体が損傷した組織を修復し、毒素を排出し、感染症と戦うのを助けます。ターメリックの恩恵を受けるためには次のレシピを使って濃厚なお茶を作りましょう。材料、ひいて粉にしたターメリック、テーブルスプーン1杯 20g、 水3カップ 750ml、 蜂蜜テーブルスプーン1杯 60g。 準備、まず水を沸騰させ1テーブルスプーンのターメリックを加えてください。水がすぐに黄色く変色します。火を止める前にこれをさらに10分間沸騰させてください。これをこし甘みをつけるために蜂蜜をテーブルスプーン3杯加えてください。関節の炎症と痛みを和らげるために1日を通して飲むことができます。とても簡単ですね。びっくり。4生姜。
おそらく生姜がこのリストに入っているだろうと予想してたんじゃないでしょうか。関節痛と関連したあらゆる症状の治療にとても適しており、ひょっとしたら抗炎症自然療法の手に入る材料の中で最良のものの一つかもしれません。関節痛で辛い時は次のものを用意してください。材料。粉末にした生姜 200g、水2カップ、蜂蜜テーブルスプーン1杯、準備。前のレシピのようにこの薬草でお茶を作りましょう。ここでは水が沸騰するときに生姜を加えて20分間に煮立ててください。その後このお茶をこす前にさらに10分間そのままにしておきましょう。そしてテーブルスプーン2杯分の蜂蜜を加えてください。蜂蜜はその天然の効果のおかげでこの種の治療に不可欠な材料であり、蜂蜜そのものも関節痛と戦うのに役立ちます。このお茶を忘れずに1日に2杯飲みましょう。痛みが緩和されることでしょう。甘煮。甘煮は食品専門店で簡単に手に入ります。天然の抗炎症物質として作用します。甘煮はオメガ3脂肪酸の天然の原料です。オメガ3脂肪酸は免疫力の強化と関節に炎症を引き起こすあらゆる感染症と戦うのに役立ちます。動物由来のオメガ3脂肪酸は逆効果、つまりさらなる炎症になる場合があるため、これを野菜の原料から摂るのはとても良いのです。どう摂取するべきか。1日にテーブルスプーン2杯分 40g を摂ってください。そのまま食べても良いですし、サラダに加えても良いですが、加熱しすぎると多量のオメガ3脂肪酸が失われ、また正しく消化されないため、絶対に加熱しすぎないでください。甘煮を日常的に生で食べてください。体がビタミンの追加摂取に適応し、関節炎を和らげるのに効果があるでしょう。イブプロペンを飲む前に抗炎症自然療法をいつも試してみてください。しかしとにかく始める前には医師の勧めに従う必要があることも忘れなく。